それで充電器を忘れて帰りがち。眠い。スッと、はい、スッと渡していくよ。前髪がパッツンです。痩せて体重はねちょっとでも増えましたよ。ライブ終わってから1キロぐらい。めちゃめちゃ変動するよね。今日は無課題とルンさんだから安心だ。何も心配がない。最悪トイレに行ってもあの二人だったら繋いでくれる気がする。任せよう。名古屋どうでしたかね皆さん。ツアー開幕しましたけど、ついにオンラインで見た方、ネタバレむずいよね今回ね。前もちょっと言いましたけど、昔みたいにこうネタバレ断固禁止みたいな風潮はもうやめた方がいいよね。向いてないねこのご時世的には。だまああのオンライン、オンラインね、ダイスアリーナツアーみたいなハッシュタグのところにぶん投げるといろんな人が見ちゃうからっていう気遣いは欲しいですけど、別に普通にツイッターとかやる分にはいいんじゃないのって言ったらちょっと無責任ですけど、うん、だってオンラインもあるしね。なんか昔みたいにもう隠していくっていう時代ではないんじゃないかと勝手に思ってるんですが、どうや。もちろん知りたくないって方いらっしゃると思うんですけど、それはもう最低限の配慮をするですけどね。こっちでねバーンって言ったりとかしませんけど、熱があるうちに話してほしいっていうのもあるしね。うん、あとあれだね、やっぱそういうのをちょっとずつこう緩くしていかないと、ずっとこう鎖国してるみたいになっちゃうからな。昔はねそれの良さがありましたけどね、10年もやってりゃ時代も変わるよ。みんなすごいよくできた方々だから、多分そんなべらぼうにダダ漏れしてるわけじゃなさそうですけどね。 MC のことだけ書いたりとかしてる子もいて、配慮がすごいできるね皆さん、ありがたいね。まああの信頼で成り立ってますから、そこは別になんかちょっとぐらい個人でつぶやくのはいいんじゃないの。あとはもう別にセットリストが漏れてたところですげえ面白かったと言わせる自信はありますよ。めちゃくちゃしんどいけど、
セットリスト見てから行きたいって人もいるからね。まあそれを検索したら出てくるんじゃないの、ダイスセットリーみたいな。兄のクラックポットなんてもうまんまやるよ言うてますからね。セットリストは何もあったもんじゃないですからね。まあそれもでもそれでも楽しむっていうのがね、楽しめる内容にするっつうのがこっちの役割よ。あ、すっきり見てくれた人ありがたい。次福岡ね。うん、瀬戸利を見たら来たくなるでしょっていうこともありますからね。まあうちの兄貴のライブの件に関しては私はお答えできませんのでね。ノータッチ。髪切ってないです、伸びました、むしろ。ああ暗くなるの何なんだ。ダウンタウンデラックスね、僕は2度目の出演で、すごいすごい楽しかった。普通にあのお客さんとして楽しかったな。喋りましたけどね、ちょっとねえねえねえ髪切りたい。ダメですよ、切っちゃ。なんでそうなの。ダメですよ、切っちゃ。俺が心地いい長さとヘアメイクの方がやりやすいのは違うって、はい、前も言ってたけど。なので切らないでください。すいません、切ります。これどうしようかな。だってもう北海道弁だけどイズいんだもん。イズい、うん、前髪がイズい。イズい鬱陶しいね。はい、なるほど。そうするよ。トーカーバターの TikTok 好きだって、よかったね。あ、ちょっと感情今すごかったですけど大丈夫ですか今。え、トーカーバターの TikTok 好きだって、よかったね。いや俺ほら俺 TikTok ほとんど見ないからさ。はいはいはい、よかったです。工藤さんのね、うん、なんかあれやこれやちょっと別にあんま載せてないですけど、あれやこれがやが、あれやこれやが、あれやこれやがすごい大好評で嬉しいです。あれやこれや、みんな何 TikTok でやってほしいのかな。もうさ、なんかすごいスタッフばっか上げてますけど、むずいのよね。うん、あれってさ撮るのさ、よくみんなあんなパン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 上げれるよね。うん、いや本当ですよ、撮るのねすごい編集とね。まあ踊ったりとかはさ、まあ、別にできるけどさ、確かに音に合わせて。そうですね、なんかあの何着替えるやつとかさ、はい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 、バーンってかさ、あんなんとかもめちゃくちゃ時間かかるじゃん。無理無理。あと5年若かったらやってたかも。おえー、まあまあ確かに、そっか、私と同じ年ですね、うん、無理や。眠った。じゃあ何とは言えないですけど、1曲目用にもらってもいいですか。何とは言えないけど、わかりました。じゃあ1曲目みたいな感じでね。そうそう、なんかそれ好きじゃないですか。どっちでいきます。それで。かかさで、いつ、はい、はいはい、すいません。あの、
希望にあふれてる感すごい画角ですけど大丈夫ですか。いいよ。何のリハかは内緒ですね。言えないのよ。言えないことばっかり。もういつも言えない。言えないことばっかりです。言えないことば、言えないことしかないね。あ、なんで暗くなんだろうこれ。来た来た。ちょっと任していい？ね、なんでこれさ、ほっといたら暗くなるのかな、俺なってなかったよ。嘘、いや違う違う、俺の画面がさ、なんのよ、暗く、性格が暗くなるってこと。いや、違う違う、画面が、画面が暗くなるの。いいね。なんなの、そのポージング。なんか、ずっとこうやってさ、ほっと、こうやってほっとくと、こっちの画面が暗くなって、はい、多分もうワン段階ほっとくと多分あのあれスリープになっちゃうんだよね。多分これ切れるじゃん、はいはい、だから毎回こうやってほらこれ本当だ。そうでこうやってそういうこと、暗くなって、そうこれ なんで暗く、あれじゃない、あのさ、このライトが触れて反応してんじゃないですか、うん、あ、そうかも。耳開けた時に消えるみたいな、そうかもしれない。映ってないから本当にいいんですけどね。暗くなるから、え、なんでなんでなんで、ルンさんと部下隊だよ。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。部下隊はもう何回も来てる。お世話になります。ルンさんはもう昨日はそんなキャラじゃなかったのにね。ああ、お澄まししてる二人とも。ちょっと挨拶だけ来た、お澄まししてて、挨拶だけ来た。言うたってあと7、8分したらもうすぐそこよ。言うて、お願いします。そんな感じでいなくなるの。芋けんぴうまいよな。俺昨日ブロック FM 聞いてたからね、それはわかりますよ。デレ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 、カメラの一番左が光センサーと、もうそうなのかな、どうなるのわかんないね、わからんな。昨日は全曲かかってたからね、ブロックエアフェン。止まらなくなりますよね。最高。芋屋金次郎の芋けんぴ。もうこれ髪の毛青くないんです実は。もう抜けちゃってただの茶色になって、多分青く見えてるのは光の反射やな。よっ。ああ眠た、あと8分で目覚めると思いますけど。芋屋金次郎さんの芋けんぴ多分ネットで買えますよ。逆に店舗だとあのコレドかな、とあの都内となんかもう一個か何店舗かしかないからね。高知にあるんだ芋屋金次郎。
僕は一番でかいカンカンのでかい芋あの金ピ買いまして、それでもうでも3ヶ月くらいかかったね食べきるのに。コーヒー飲んでたもんね。この UCC のコールドブリューのレモネード入りめっちゃうまい。これはコールドあのスタバのコールドブリューのバレンシアシロップ追加に近い。レモネードコーヒーって書いてる。めっちゃ美味しい。こんなやつ。これ夏はコールドブリューだね。ブラックじゃないよ、ちょっと甘いよ。コーヒーにレモン入れるのとちょっと違うんですよ。あのシロップだからね追加。ブラック飲めなくはないけどね、俺もできればカフェオレとかそういう系がいいな。ああ、そっか、スタバあれだ、地方限定みたいなやつあるんですね。北野さんが来た。今日はでもちょっと芋けんぴ美味しいですわあの芋けんぴ本当美味しい美味しい。多分ね、うん、甘すぎないですよね。甘すぎない。あ、やっぱそれがねいいんですよ。体に良さそうな気もするな。そうなんですよね。ヘルシーなオリーブオイルですって。あれは素晴らしい。健康に芋けんぴパワーで今日は芋けんぴ。やっぱ糖質制限糖質制限言ってますけど、やっぱエネルギーは糖質から生まれますからね。そう、最近ね糖はねいいんじゃないかというのも見ましたよ。実は私はもうですね切り替えまして。ああね、なんか僕も最近知ってるのは脂質が、まあ、間違いない。そうそう、本当そう。脂質が良くないのではない。脂質カットしております。そう、それね、私もそれです。炭水化物とかもちょっとエネルギー源なんで、あとカロリーを取った方がいいという説がね、1600かなんか、ああライズアップに行ってる人が言ってた。なるほど、うん、やっぱね成人で、まあ、2000ぐらいのカロリーはねいると言われてますけどね。そうそうそう、1600いかないと、うん、筋肉を使ってこう消費しちゃうらしいんですよ。痩せちゃうんだ。そうそうそう、俺確かにちょっと痩せたの、うん、それもあるな。筋肉持ちでこう不健康な痩せ方をねしちゃうらしいので。だから糖質オフだっつっておかずばっか食べててもね、あれ脂質めちゃめちゃね。そうそうそう、そう揚げ物とか本当だいたい脂質高いからね。あ、おかずはお仕事でね、TM レボリューションの石川さんと、はい、一緒にお話することがあって、どうやったらいいですか、まあ、あの人日本一だよね、うん、乳製品をねなるべくカットした方がいいよって。ああやっぱり多いんですよね。そうそうそう、牛乳の脂質結構高いですもんね。無脂肪ノンファットで最近私スタバもそうです、ね、やっておりますけども、ソイミルクとかね、はい、アーモンドミルクとか、そうやっぱ牛乳系だから引いてはやはり甘いものは全体的にダメなんだよね、やっぱね好きなんだが、何でもね偏ると良くないってことはね、そうバランス、ね、全てにそう全てにおいて言えることなんでね。イライラしちゃうからね糖質抜くと。そうですね、うん、頭回んなくてこう
あとやっぱその偏ってると本当フードアレルギー出るんで。へえー、何ですかフードアレルギーって。やっぱ次の日体だるいとか、肌なんかニキビできんなとかっていうのは実は、うん、あ、そうなんだ。そう、でもやっぱその偏ってる食事の方に多いんですよ。あのプロテインとかもホエーのプロテインなんですか。 あれもだから乳製品なんで、めっちゃニキビできてた。 あれも良くないですよ。そうなんだ。多分それで乳製品のキャパオーバーしてる。あ、すぐやめたもんというね説もあるんでね。何事もやっぱ取りすぎは良くないね。よし、じゃあ行くわ。